本日は軟式バット史上最高売れターンツのバット紹介でーす。うわー、飛ぶ飛ぶ、すさまじい飛びを生み出す最新バットです。はい、どうもジョーデブでーす。ジョーデブでーす。はい、どうもー。というわけでですね、今回はですね、2023年軟式バット、はい、最新バット紹介。はい、こちらじゃーん。はい、こちら SSK の、はい、MM23 というわけでですね、こちらね、はい、23ということは前回のバットが MM18 ということで、はい、18mm だったじゃないですか、ウレタンの厚さがね、まさかの 23mm とやってんな。ということで、まあ、軟式野球界で一番熱いとされるのがアシックスのね、デュアルフラッシュっていうのがの片面がね、そう、片面が 23.5 だったかな、うん、それが一番熱いんですけど、この SSK の今までの中では最熱。そうね、はい、23mm のウレタンの厚さでできたバットということで、はいはいはい、はい、SSK 社では最熱、最も熱いと言われております。まあ、全体一周、あれはね、デュアルフラッシュは片面は薄いから、そう、片面薄くて、そう、もう片面が 23.5 という厚さで、っていうことはこれはもう全面が23だから、そう、ウレタン層で、総ウレタン層っていうのかな、っていう点では一番熱い。そうですね、まあ熱いということはこの M 級で、まあ、打つことによってね、やっぱ反発力がすごいあるんじゃないかってことで、うん、まあ、僕が普段使ってます別の会社のバットがありますよね、はいはいはい、あれと比較してどうなのかなっていうところも、今後取っていきますけども、こちらバット 83cm700g になってます、はいはいはい、トップバランスに、はい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 、全部トップバランス、うんうん、でこちらが 84cm710g と、はい、これが 85cm740 となってまして、83、84に関しては10しか変わらない、うん、でこれが85で 1cm 伸びるだけで、これだけ 30g 多くなる。そう、その重さをこう調整するこの開発もすごいですよね、うんうん、開発に関してすごいなと毎年思っております。そうそう、本当に、はい、まあ本当に購入のなんか参考になればいいなと思いますので、やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。ナイスキャッチ。これ83、短いやつ。よし。お、あれ飛んだな。でもほら。お、バン。取りやがった。あ、あいつやらした。よし。押した。マジでこうやったら負けてる気がするんだよな。入ったかな。ヒロトがジャンプしたところまではズームできた。おお、いい。あれすぎる。待って。多分今終えてねえわ。見た、今やばかったね。あ、やべ。すげえ、こうなった。はい、打ってまいりましたけども、はい、なかなか難しいバットやなこれ。あのね、なんか。ちょっと俺ほらカメラに集中しちゃってたからあまり、直接は見れてないんだけど、なんだろうな、翔平さんもどちらかというと最初の方はなんか手前でこねてたっつうか弾き返せてなかった感があったけど、だから前で拾えたボールなんかはギュイーンといってたって感じがする。そうだね、手が伸びきったっていうんですかね、このちょっとこう伸びた、もうしなってる途中で打つんじゃなくてほぼしなりきった段階で打つのがいいんじゃないみたいな。そう、しなりのこう返り、はい、部分で当たったらすごい飛びをしたかなって僕は思いました。そうやって打つバットかなと思いました。まあ、この形状的にもね、多分そうなんだな、ね、はい、ここが異常に細いので、うん、しなるじゃん、
そこも使うバットかなっていう感じです、うん、ね。他の、まあ、ウレタンはもうちょっとこう薄いですけど、それでも飛ぶけど 23mm の厚さなので、うん、もう本当に軽打でしなりだけ意識して軽打でブッと飛ぶバットかなと思いますので、うん、打球は速かった、うん、何を言っても飛ぶ男なんで ね、あんまり分かんなかったと思うんで、はいはい、次回はやっぱあの彼らが、はい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 、打ちますので、はい、そちらも見て、参考にしていただいて、チームで買うのか個人で買うのか、決めていただければと思いますので、はいはい、今後ともよろしくお願いします。おはようございます。はい、というわけで本日は SSK の MM23 を紹介しました、はい、この動画がよければチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。あの前回ね、あの翔平さんがこの SSKMM23、はい、を打ってロンティしてましたね。はい、バットとボールの接触が短かった分飛ばなかったっていう、翔平さんが言いたかったのすげえ分かる気がする正直言うと全部合わなかったなっていう感じなんですけど、うんうん、やっぱ長い方がやっぱ安心してアウトコースが届くっていうのはあります。あ、これね。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあっしゃさあ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 、視聴者 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。